くるみ割りくるみ割りは、くるみの硬い殻を割るための道具である。やっとこに似た形をしたものが最も一般的で、この場合やっとことは異なりジョイント部分は最末端部にあり、それより手前のくぼみの部分にくるみを挟み込んで、てこの原理を利用して割る。他に万力のようにネジを回していって、圧力を加えて割るタイプのものや、 通常のやっとこ型の先端に刃がついた数くるみ用のものなど様々な形状がある。また装飾品の一種として、口実する木製の人形型のくるみ割り器があり、ドイツの伝統的な工芸品として親しまれている。くるみ割り。やっとこ型のものと万力型のもの。文明が発達する以前には、人はくるみの硬い殻を刃で噛み砕くか、 それができないほど殻が硬ければ石を使って割っていた。ナッツ類を割るために使われる石器はカップストーンと呼ばれるが、アメリカやヨーロッパ各地にはこの目的に使われた石器がいくつも発掘されており、これらの年代は今より4000年前から8000年前まで遡れる。日本でも縄文時代中期の遺跡である西原遺跡からクルミの形に対応したカーブを持つ、 大石が出土している。クルミを採集する農耕民は、クルミが木から落ちる時期になると、近くにやえし、採集した実はそのまま食べたり、栽培のために土に撒いたり、砕いてバターを作ったりしていたものとみられる。金属製のクルミ割りは、紀元前3から4世紀に遡り、V 字型の間にクルミを挟み、手この原理で殻を割る方式のクルミ割りが、現存している。 鉄製の取っ手を持つものでは、フランスのルーアンにある博物館に13世紀に製作されたものが収蔵されており、新中製のものでは14世紀ないし15世紀にはすでに作られていたことが知られている。初期のものは金属を売って形を整えて作られていたが、後には鋳型で流し込んで作られるようになった。イングランドは新中製の様々なタイプのくるみ割りを生産し、 アメリカではイガタを使った鉄製のものが多く作られた。木製のクルミ割りは、初期のものは2つの木片を革材で繋いだシンプルな形状のものであった。15世紀から16世紀にかけては、フランスとイングランドで美しい彫刻を施したクルミ割りが製作された。素材は、それぞれの地域の木材が使われていたが、 特にキメが細かく均一な告げ剤が最も好んで使用された。18世紀から19世紀にかけては、オーストリア、スイス、イタリアで同様に彫刻を施したくるみ割りが多く作られた。万力型のものが現れるのは17世紀からである。1800年までには、ドイツのゾンネンベルク及びエルズ産地で直立した人形型のくるみ割り人形が見られるようになった。 1830年のグリム兄弟によるドイツ語辞書では、クルミ割りをしばしば醜い子男の形で、その口にクルミを入れ、てこかネジの仕掛けによって割れると定義されている。クルミ割り人形クルミ割り人形は、ドイツの伝統工芸品で、チューリンゲン州ゾンネンベルク、エレツ山地のザイフェン村など、山間部の地域の特産品として作られている。 木製の直立した人形で顎を開閉させてくるみをかませ、背中のレバーを押し下げることで割る仕組みになっている。衣装は王様や兵士を模したものが多く、その他警官やサンタクロースの姿をしたものものある。現在でも煙出し人形と並んで、ドイツにおけるクリスマスの代表的な装飾品である。16世紀にはすでに人の形をしたくるみ割りを送る習慣があったらしく、 ベルヒスガルテンの1650年の製品記録には、クルミ神という言葉が見出され、ゾンネンベルクでは1735年に、顎を開いて噛ませる、たくましい体付きの、クルミ神人形が話題になったという記録がある。現在よく知られているタイプのクルミ割り人形は、在編のビルヘルム・フリードリヒ・フィヒトナーが1870年より、ロクロ技術を使用して作り始めたもので、 このためフユヒトナーはエルツ産地のクルミ割り人形の父と呼ばれている。クルミ割り人形が人々の意識にはっきり登るようになったのは ETA ホフマンの1816年の童話、クルミ割り人形とネズミの王様によってであった。この童話はチャイコフスキーの音楽によるバレエ、クルミ割り人形の原作としても著名である。 ハインリヒ・ホフマンの1851年の絵本、クルミ割り王と、哀れなラインホルトでは、王様型のクルミ割り人形と共に、財変名物と知られていたのあの箱舟のおもちゃが登場しており、これが前日の冬ヒトナーに、クルミ割り人形制作を着想させるきっかけとなっている。クルミ割人形の一軍、ベルリンのノミの位置にて、王様や兵士、憲兵などをモデルとして作られたのは、 そうした庶民が頭の上がらない相手にくるみ割りの労働を代行させるという鬱憤晴らしのような意図があったものと見られる。19世紀には政治家をくるみ割り人形に模した風刺漫画がしばしば描かれており、子供向けの童話や絵本においても現代に至るまで悪役主人公として定番の存在となっている。ドイツのクリスマスマーケットでは、 数メートルの巨大なクルミ割り人形が飾られることがあり、オスナブルックのクリスマスマーケットでは6メートルの高さに及ぶクルミ割り人形が設置される。世界最大のクルミ割り人形は、エルツ山地のノイハウゼンにあるクルミ割り博物館前に置かれている高さ10、10メートル、重さ3285キログラムのリッターボーソフォン、リーゼンバーグである。 ABC 秋道智也叩きの人類史玉川大学出版部2019 ISBN 978から4から4 7 2 3 0 3 1 1 1ピアニッシモも59から62 ABC D ナトクラッカースヒストリーレベンワースナッツクラッカーミュージアム各段落の出展 ABC プロフェッサーツベルクドイツガラクタ市第8回くるみ割人形1怖い顔クンプル 中村邦子、くるみ割り人形の歴史アーカイブド2013年5月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、小さなミュージアム・ハット A ・ ABC、くるみ割り人形百0丁森、アンジェリカ・ノイマン、リーザ・ナゼル・バコームット・ココスト・ナス・クライン、グラスター・ン・スコーナッカー・デアベルト・ハット・ツアイルステン、コニッヒリカ・ンアール・オブズ・マスナー・ハ・ネウハウセン、アイン・ガラダン・イン、フライ・エプレッセ、ネウハウセン・ジュ、オーガスト2008、 くるみ割り人形に関するカテゴリー、ありがとうございます。